まあ、これ誰がリークしたんだとかですね、うちわもめの様子を呈しておりますが、あのひじさん最後ですね、よしきさんに誘われて、こういった悲劇がですね繰り返さないようにするためにも、XJAPAN のベーシストだったですねヒースさんがですね大腸がんで亡くなられたというニュースが出まして、まあこれ誰がリークしたんだとかですね、うちわもめの様子を呈しておりますが、あのヒースさん最後ですね、ヨシキさんに誘われて六本木のグランドハイアットですかね、そちらの方でライブをやられたのが最後のステージになったということで、まあそこから2ヶ月で容態が急変してですね、帰らぬ人になられたということで、謹んで、ご冥福をお祈りいたします。僕もですね、たまたま偶然9月にですね、ほんと約10年ぶりにヨシキさんに会って、なぜか、韓国のソウルでですね、まあ、インチョンですね。で、パラダイスホテルというところでですね、和牛マフィアがアートフェスのですね、アフターパーティーをやるということで、それで、ヨシさんゲストで来てたっていう、まあ、お話だったんですけれども、もう本当、韓国のセレブの人たちですね、BTS のテテ君とかですね、ブラックピンクの子何人かとかですね、来てすごい、場所だったんですけれども、まあそれは置いといてですね、これヒースさんのシーン、大腸がんということで、もうすでにですね、なんか体調不良で病院を受診して検査をしたら、もう本当にステージ3を超えてるような大腸がんだったということで、もうすでに複数箇所に転移をしていて、手の施しようがない状態だったそうです。まあその後すぐに体調が悪くなってですね、多分腹膜とかにですね、もう腹膜破裂に近いような状態だったんじゃないかなというふうに推察されます。この大腸がんなんですけれども、まあ、数少ない、防げるがん、というふうに言われております。まあもちろん防げないタイプの大腸がんもあるんですけれども、それはごく少数で、ほとんどの大腸がんはですね、ポリープといういわゆるその大腸の粘膜のところにできる、まあイボのようなものですね、こちらが成長してそこにがんができるというふうに言われております。なので、まあ、ポリープの段階、いわゆる前がん状態、がんの前の状態でですね、切除してしまえば、がん化することはないわけですね。で、まあ、これがですね、世界的に、まあ、エビデンスとして認められて、多くの国で、大腸がん検診、いわゆる大腸内視鏡検査がですね、強く推奨されるような状況になっております。その結果として、アメリカでは大腸がん、減少しております。それはですね、アメリカ民間保険会社に加入している人が多くて、保険会社からすると大腸がんになってですね、高いその医療費をですね、保険会社が払わされるよりもですね、予防をして、大腸がんにならない方がいいに決まってるんで、大腸がん検診をやったら保険料が安くなるとか、タダでできるとかですね、いろんな優遇策をやってですね、大腸がん検診の数を増やしたら、大腸がんが目に見えて減っていったと。お隣の韓国なんかも国民皆保険ではありますが、同じようなことをやって、大腸がん大きく減少しております。日本はですね、欧米型の食生活になったから大腸がんが増えたんだなんていうね、まあそういった言説でですね、大腸がん増えても仕方がないみたいなことを、食生活を変えようなんてアホなこと言ってますけれども、もうそれ以前に大腸がん検診やれよって話なんですよね。で、まず、その大腸内視鏡が怖いんだったら、まず便潜血検査っていうのをやりましょう。便潜血検査っていうのは、大便の中にですね、目に見えないぐらいの出血があっても検出できる、そういう仕組みです。いわゆる検便ですね。これで陽性になったら、まあ、痔の可能性もありますけれども、基本的には腸管からの出血しか検出しませんので、まあ、痔でなかった場合、腸のどこかで出血をしていると。それはポリープの可能性が高いということで、大腸の内視鏡検査に進みます。まあ、いわゆる大腸カメラですね。こちらの方ですね、ケツの穴から入れますが、痛くないです。これですね、鎮静剤っていうのを打ってやれば、本当に意識朦朧とした中でですね、むしろ気持ちがいい。その間にいつの間にか終わってると。僕も今まで2回受けたことありますけれども、全然痛くなかったです。鎮静剤入りがめちゃくちゃおすすめです。ベッドに横になって、まあ、その鎮静剤打ってもらってです。点滴してもらって、で、いつの間にか終わってます。その後の別に、うんこをするときも、大して、特に問題はございません。
むしろきついのはその前の下剤を飲む時なんですけれども、この下剤もですね、数年前に比べるとですね、必要な容量も減っておりますし、本当に 2、3 時間ぐらいでですね、便の排出終わりますので、そこは特に問題がないので、ぜひですね、大腸内視鏡検査、いきなりそれがやりたくない人は検便をやってください。そうすると便潜血検査、まあ陰性だったら、受けなくてもいいですけれども、陽性だったらぜひ受けてください。アラフィフですねになったらぜひ受けてください。僕は実際受けてですね、2回ともポリープありませんでしたので、もう3年から5年来なくてもいいよっていうふうに医者には言われたんですけれども、はい、ということでまた何年か後に僕も、大腸内視鏡検査受けますけれども、はい、でこれ万が一そこでポリープが見つかった、あるいはがんが見つかったとしてもですね、例えば、小さなポリープあるいは小さな大腸がんだったとすると、もうその場で大腸内視鏡の先についているレーザーメスですかね、レーザーメスですね、取れますので、全然痛みも感じません。その後ですね、1週間お酒を飲むなとか言われますけれども、それぐらいな感じで、簡単に終わります。これがでっかくなってくるとですね、腹腔鏡手術だったりとかですね、そういったちょっと難しいというかリスクのある手術になってしまいますので、そうなる前に、切除できたらいいと思います。ということでですね、ヒースさんのような形にねならないようにするためにもですね、こういった悲劇がですね繰り返さないようにするためにも、予防できるがん、大腸がん、検査をぜひしてください。